皆さん、どうもよろしくお願いします。ドラマ TK です。では、今日もね、戦国武装版、武装演武、前回の質からね、出したんでやっていきましょう。出したんでね、伊賀大乱と甲突町決戦と金ヶ崎決戦ですね。まあ、それやると多分この2つ出てくるでしょうということで、伊賀大乱から行きましょう。では、伊賀の地に信長の大軍が押し寄せ、正長い再建とともに地策で敵を翻弄せよ、ということで。信長を陥れるべく暗躍していた桃地三太夫だったが、そうと気づいた半蔵らによって正体を暴かれてしまう。やがて三太夫の本拠伊賀に織田の討伐軍が襲来。伊賀の兵力差は歴然であり、戦況は絶望的に見えた。にもかかわらず、悲壮感などかけらもない三太夫の前には誰もが予想しえない助っ人の姿があった。伊賀大乱。織田の奴らが攻め寄せてきたが、裏で引っかき回してたのが全部バレちまったようだな。敵は相当な数の兵を引き連れてやがる。本気で俺たちを潰す気なんだろう。面白い。忍びの戦ってのは収穫適せずとはならねえのさ。それに頼もしい味方もいる。あまり私に期待されても困りますが、織田の連中は久秀が爆死したものと思ってる。戦場にあんたが現れたら腰を抜かすだろうぜ。恨み晴らさでおくべきかとでも言いながら出陣した方がよろしいか。そいつは妙案だ。化けて出たとなりゃ織田の連中伊賀から逃げ出すかもしれねえぞ。さて、のんびりしてるとこの城まで囲まれちまう。そろそろ追っ始めるとするか。マジかよ。まあ無限編ですからね。きっちり働いてやるよ。あ、こいつだけなんや。なら、ちょっととりあえずこちら側に書いていきましょう。書いておきましょう。これだけはね、やるべき。ここも入れ直しとかればね。とりあえずはあと30にしとこう。こっちの桃地三太夫の全ね、武器を、全技能を習得しておく。そして行く。そして呼ばれば行く。伊賀を攻めたことを後悔した。者ども、まずは奪われた城を奪い返すぞ。どこや？行け。やり平面こじ開けるにはやり平面行って、またか。奴らを城の近くまで連れて行くぞ。ボーナスミッション、丸山城の門守備頭を撃破せずに、あ、落葉、落葉隊を工作実験まで護衛する。織田勢は私が生きているとは思っていない。そこにつけいらない手はないでしょう。この戦の勝敗は久秀の働き次第です。奴がやられちまわないよう注意。こっちか。どこに行った、どこに行った。邪魔する奴らは消しておけ。敵将を討ち取ったり。よし、打ち取ったり。いいえ、もうよかろう。悪くなっていくぜ。終わったかな。いや、終わらんのかい。終わったか、敵将終わったかな、お前思うやん。反外でした、反外でした。帰り地でむせ返るぜ。
よし、やっちまえ。やっちまえ。やっちゃえ。エンジョイ。やめよう。これ以上今のところでも言っとる。言った後じゃ。よし。とりあえずはこれでいいでしょう。斉藤と清水。敵に侵入を許すとは。だがこの城を奪われるわけにはいかぬ。いかぬの？丸山城制圧のため斉藤と清水と吉秀光を撃破せよ。そういうのはわかる。そういうのはさすがにわかるよ。見慣れな感じやから。あ、たんてんてんてん、オッケー。おいれや。おらい。障害は覗いていくぜ。なんと見事な。勝ったい、勝ったい。ちょっと待って、ああ、痛い。丸山に会いたい。丸山って誰や。丸山って誰や。丸山って誰や。とりあえずは。服部半蔵により敗走、何ですと。ネズミが紛れ込んでやがる。紛れ込んでやがる。私の指示通りに動くのですよ。幻影各地に出現、幻影か。もしや、松永。松永。しかし、奴は死んだはずじゃ。死んだと思う。久秀の亡霊が現れたと思って慌てふためいているようだ。慌てふためき。どうせ伊賀人の仕業だろ。これが術を解いてやる。うん、術を解いたその後どうなるか。三月失神すんじゃねえ。松永一先生の芸勝滅を阻止するために三月撃破せよ。何ですと。道を阻む輩を許してはならない。ここじゃねえ、こっからはいけない。を殲滅するのだ。とりあえずこれでいこう。あれ、結構違うところ行っとって、行くのにちょっと時間がかけているというオチ。うわ、まあ、おるやんけ、いるやんけ、めっちゃ。ちょ待って、おい、ナイス戦、ナイス戦、ナイス戦ではなく、ナイス天下無双の名は、タバコの名前言っていくスタイル。障害は届かねえとな。やったことないけどね。叶う相手ではなかったか。それぐらいは知ってるよ。お前ら邪魔すんじゃねえ。邪魔するよ。あったい。うい、どこに向かってやっとるか。あ、いや、行ってた。行ってた。気づいたら行ってた。おお、三代を使いやす。逃げろー。おだいに聞いてー、レイス。怯えて逃げ出したようですね。愉快、愉快。愉快、愉快。今回は、わしが返さねばなるまい。あいつどこに出たんかな。アットリハンズどこに寄ってるんかな。私の亡霊はもう十分でしょう。いや、十分だろ。マジで。まあ、配送してたからね。動く気配がねえな。やつを引っ張り出せりゃ首を狙えるんだが。信長、俺が怖くて出てこれねえのか。縮こまってねえで遊んでくれよ。遊んでくれや。退屈しているよ。みんなで奴の相手をしてやる。みんなで。みんなでって言われた。え？こいつらじゃ相手にならん。すぐに始末してやるよ。してやるよ。言ってる場合かよ。言ってる場合かよ。ちょ、まだ打ち目やった。ちょっと悲しい。引かせてもらう。あいつらは違うかったんかい。さっきの奴らは違うかった。まあ、とりあえずこれやってみよう。行けだー、行けだー。終わっていかない。何ですか。終わると思って。叶う相手ではなかったか。
ほら残影。残影あれよ、ね。積んではいけない。やめとこう。言っちゃった後やし。ちょっと待て。こら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 。朝の。朝の手ね。よーし、終わり。サンダユの口先ばかりではないよ。それは違うよな。ここで油を売っているいとまがある。軟弱な武士どもだぞ。伊賀人の敵じゃねえ。よいしょ、そりゃそうやで。こっちはレベル30やぞ。こっちはレベル30やぞ。これは見事なお手並み。とりあえずこれやっちゃうね。うわあれ。よし。障害を除いていく。それが最善の道である。あ、森吉成おりやん。吉成やってくれ。忘れた。忘れたんかい。西へ、西三条の本式の城を撃破せず敵を撃破せよ。よよよ。森吉成。遊んでやるよ。敵将。どれぐらい行く？ああ、いまいち。悔しいな。ここまでか。おお、感服つかまるすったり。こいつ、手がつけられる。怖い怖い、もう守備頭やりそうに怖い。あの上や。行かなければどうということはない。よいしょ、終わりっと。もう守備頭の中でボンファイやり。ダメよ、ちょっと休憩したくなるよ。ちょっと休憩したくなる。今やりだしたところやないかい。うわ、ちょっと待って。ちょっと待って、痛い痛い痛い。こらこらこら、落ち着け落ち着け。重兵よ。どう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 。橋の巣やんけ、こんなか。いや、焦る。やめよう。痛いな、もう。危ねえ。入りたくねえ。入りたくねえんだが。帰り地でむせ返るぜ。帰り地でむせ返る。そら、城を奪い返すぞ。ミッション、肘山城制圧のため丹波と滝川を撃破せよ。長秀はあんたに本拠を落とし、それ以外わからん。それ以外ってこいつだけやけど。橿原城を狙ってきやがった。久しぶりに撃たれちまう。さすがの私もこれでは分が悪い。あー、痛い。もう一度加勢を頼みます。すぐため中村和夫氏の撃破せよ。半蔵が近くに潜んでやがる。とりあえずやったけど、なんですって。半蔵はここじゃねえな。よし、行くぜ。遊んでやるよ。邪魔すんじゃねえよ。いや、邪魔するよ。それがミッションなんだから。それがミッションなんだから。助かりました。次の策に備えて傷を癒しておかなくては。危ない危ない。あんまり、もう2500いってんで。早くね。長の首を取るだけだ。者どもかかれ、かかれ。おお、私も出るとしましょう。こっちではない、あの上でもない。また松永の亡霊が。いや違う、あれは本物だぞ。本物ですよ。本当に生きておったか。これ以上伊賀勢の好きにさせてはならん。みんな俺に続け。開門。続けさせるか。続けさせるか。説明。三太夫は
この手で撃つ。撃つ、うわ、感情出現しちゃったよ。しちゃったよ。さすがではあるか、我らも負けられぬ。明智光秀を撃破せよ。するねえ。到底生かしてはおけない。覚悟しろ。本出してんのよ、光秀さんよ。よし。本見出してんのは武士どもだろうが。そうだろう。ね、聞くしかないようだ。武士さえいなければ戦国の世なんてなかったもん。言えてはいる。一理ある。一理あるから何も言えない。から何も言えない、けどその節がいたおかげで今の俺はこれで織田は退けたが次でもやってるもんしょうがない。まだ一人残ってたな。あらーもう切れとった。やはりそなたとは相入れなかったようだな。え、なんですと。もう3000行ったね。早いわ。よし。マウチ3000やってるから大丈夫よ。あばよ。久しであばよ。天下無双の名は俺がいただこうか。意外に武士の通りは通らねえ。この先も永遠にな。あれ、あてか、これで勝利やったの信長は信長はってなってるけど、あっけ、信長はってなってるけど、え、光秀やったけど、え、信長は、あ、身がまだ一つ残ってましたね。なあ、おかしな思てん、おかしな思てん、ほんま。まさかな。勢い余って久秀まで討ち取っちまったが、やつにはまだ使い道があったかもしれねえな。面白い戦だったが、次に織田に攻めてこられたら、もう伊賀にはいられねえだろう。そうなる前にこっちから仕掛けるか。使えそうな駒はまだいくらでもいい。忙しくなるぜ。武士の世をぶっ壊せるのはいつになるやら。まだまだ退屈しねえで済みそうだな。退屈しない。本当。